副業と資産運用に役立つ本の概要を一枚の紙と十分の音声にまとめる収入源複数化ナビゲーターの真田です本日は松澤真希さんのかかれました100%好かれる1%の習慣についてまとめていますこの本を読んだ目的ですけれども毎日の行動を変化させ 人生を大きく変えるポイントが知りたいと思ってんでいました。約10分にまとめていますのでよろしくお願いします。45ページ。与える人になれたとき人生は肯定していく。新約聖書によると、与えよさらば与えられんという記述があります。この言葉にはいろいろな解釈があるようですが、私は 私利私欲に走らず他人のために行動できる人はたくさんの人の協力を得られるという意味として捉えています。与えるイコール人のために行動すること。損得を抜きにして純粋な心で他人の力になる。そうすれば自分の気持ちも満たされ相手からも感謝される。それが回り回って自分の幸せとして帰ってくる。そんな人間関係を築くことができたら きっと自分が困った時にも誰かが助けてくれるのでしょうね。見返りを求めず、与えようの気持ちで行動することを、私は幸せ預金と呼んでいます。人に対してプラスの行いをすることで、結果的に自分もたくさんのものを与えられる。つまり、つまり人から応援されるようになるのです。73ページ 接続は、コーチに勝る。接続とは、拙なくとも早いこと。コーチとは、巧みでも遅いことです。完璧を求めて遅くなるより、完璧でなくても仕事が早い方がいいといった意味です。CA 時代、接続はコーチに勝るを知らなかった私は、 仕事のスピード感を軽んじてしまい、その結果、昇進を見送られたということがあります。昇進試験を受けようと思いながらも決断できず、でもどうしようと悩んでいたため、書類の提出を先送りにしてしまいました。なんとか期限ギリギリに間に合わせたものの、このことが私の評価を左右したそうです。上司は書類をギリギリで提出した私を、やる気がないと判断してしまいました。 他人より遅いことが次につながるチャンスをなくしてしまったのです八十ページ人は正されたいのではなくただ認められたい生き物相手の話を否定せずに聞くことは自分自身をそのまま認めることと同じ意味を持つ行為です誰かの話をあなたがしっかりと聞いて受け止めてあげることができれば その人を想像以上に助けることにつながるのですね。相手が話す割合は8に、自分が話す割合を2にしてみる。あなたは人の話をきちんと聞いていますかと思いますかという私の問いかけに、私は人の話をちゃんと聞いているから大丈夫ですと手を挙げた方がいらっしゃいました。けれどその方を見ていても、 聞く技術が身についているとは思えませんでした。なぜなら目を閉じて腕を組んで私の話を聞いていたから私には彼が寝ているように見えたのです。この方のように本人は人の話を聞いているつもりでも相手には聞いていないように見えてしまうことが多々あります。大事なのは自分がどう思うかではなく相手がどう思うかです。話し手がこの人は 私の話を聞いてくれると感じていなければ聞いていることにはなれません。人は自分としっかり向き合ってくれる人が好きです。向き合ってくれる人に心を開きます。128ページあなたは外見で判断されている服装や持ち物は その人の人となりとなりを映し出すことがあります。わかりやすい例ですと、例えばスーツを着た男性が、チャイルドシートのついた自転車に乗っていたら、このビジネスマンは子供の面倒がいいと想像できるわけです。また、汚れた靴を履いている人を見ると、だらしない人かもしれない。雑な仕事をする人かもしれないと考え、靴が綺麗に磨かれている人を見ると、 丁寧な仕事をする人かもしれない。靴をピカピカにしておけるくらい精神的な余裕があるかもしれないと連想します。このように私たちはその人の服装や持ち物とその人の人となりを結びつけて判断することが多々あります。ダイヤモン,ンドも新聞紙に包まれていればゴミと間違えられてしまうでしょう。138ページ 日本人の好きな言葉の第一位サービス業に携わる方々に仕事をしていて一番嬉しい瞬間は何ですか楽しい瞬間は何ですかとアンケートを行ったことがありますするとほぼ全員がお客様からありがとうと言われた瞬間と答えました住友生命が3095人を対象に あなたを笑顔にしてくれる言葉は何ですかというアンケートを実施しました。第一位はありがとう。また NHK 放送文化研究所の調査によると、日本人の好きな子供の第一位もありがとうでした。ありがとう,がと,うと言われた瞬間こそが、自分は誰かの役に立てていると確信できる瞬間です。人は自分を客観視できません。けれど、 ありがとうの言葉をいただいたとき、自分の存在価値を見出すことができる。それが嬉しいから笑顔になるのです。ありがとうが人間関係を育んでくれるものですし、ありがとうがなければ人間関係を切れてしまいます。そのことを忘れず、小さなことにもありがとうを入れるようになりたいですね。148ページ。自分の名前は最も気持ちいい。 日本人は「ありがとう」という言葉が好きと前述しましたが私たちには「ありがとう」と並ぶくらいあるいはそれ以上に好きな言葉があると思います人間関係は名前を覚えて呼び合うところから本当の意味でスタートします 参加者の皆さんとお話をするときまるさん今の意見はとてもいいですねとできる限り名前で呼ぶように心がけています人間は親しみを込めて名前を呼んでくれる人に仲間意識を持つものですビジネスシーンでは一度に4,5人のお客様と名刺交換をすることがありますそんな時でもしっかりと相手の名前を呼ぶことができれば信頼感を与えることができるはずです 152ページ「挨拶だけで人生は変わる」「気持ちの良い挨拶は店舗の売上に直結する」「事実売上と挨拶は比例しているらしくお客様への挨拶はもとよりスタッフ同士が「お疲れ様です」「ありがとう」「お願いします」と自発的に挨拶する店舗は確実に売上を伸ばしているそうです。 常に元気な挨拶をする。ムラのある挨拶は誤解を受けることが多い。挨拶をしてもらえないと、自分は挨拶をしてもらえないくらいの存在なのかな、無視されているのかな、と人は不安になるものです。友人が勤めるショッピングセンターでも、お客様から寄せられる問い合わせの中に、 どうしてあの店員さんは私に挨拶をしてくれないのかというクレームが実に多いそうです。二百四ページ。人、僕、席にあらず。この格言は感情を持たない気合しとは違い、人は喜怒哀楽を様々な形で表す感情豊かな生き物であるという意味です。論理的、理性的に正しい、 からといって感情が伴っていなければ人は行動に移せないことがあります人は正しいかどうかではなく感情で動きます論理的に物事を進めるよりもまずはここで心でつながることが大切ですこれ以外にも毎日の行動を変化させ人生を大きく変えるポイント 具体的に紹介されておりますので、一度読んでみられるかと、お勧めします。今日は以上で終わります。どうも、ありがとうございました。